カレー。今まで出てきた豚ラーメンシリーズの中でも一番好きかもしれないってぐらい。これはやばそうだ。本当にすごい。すする TV。ずるずる。どうも、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ね、この動画が上がってるのが10月1日だと思うんですけども、すするラーメンフェス名古屋、サポーテッドバイサントリー、体を思うオールフリー、27日からね、本日までの開催でした。まあもちろんね、これフェス前に動画撮ってるんで、ちょっとどんな感じになったかは、わかんないですけども、まあたくさんの方にご来場いただいて、たくさんラーメンをすすっていただけたら嬉しかったなっていうね。まあもしくはフェスご来場いただいて、この動画見てる方、本当にありがとうございました。というわけでですね、本日は家での動画撮影なんですけども、またまた気になる商品がセブンイレブンから発売されましたんで、本日はこちらをすすっていきましょうということで、中華そば富田監修うま辛豚ラーメン。過去もね、何度もこうマイナーチェンジされつつ発売されてきました富田さん監修の豚ラーメンなんですけれども、ついにね辛い方に寄せてきたかっていう、まあ、もちろんね通常バージョンも発売されてるんですけど、その横にこのね辛うまの方を売ってました。もう紛れもないね新商品ということなんで、まあ最短レビューではないと思うんですけれども、せっかくなんでねがっつりと2杯食いしていきたいと思いますということで、ちなみにですね、今回の富田監修うま辛豚ラーメンですね、税込み691円、そしてカロリーはね909カロリーになってますね。やっぱ相変わらずのボリューム感、そして麺は 200g 入ってます。まあ自宅で手軽に食べられるラーメンとはいえ、かなり満足度は高そうな商品だったんです。しかもまあ辛うまなんで、ちょっと俺今回2杯食いにして若干これいけるかどうかが心配ですけど、とりあえず頑張ってすってみます。早速レンチンして作っていきましょう。レッツゴー。今回のラーメンをですね、もう蓋を外さずそのままレンチンです。500ワットで6分ですね。よーす。レンチンしている間に皆さんからいただいたコメントの方を読ませていただきます。おお、確かに長いことやってるとさすがに関東は行き尽くしちゃいますよね。全部のお店を行ったってわけではないけど、ある程度こう主要なところはね、結構行けてるっていう感じはありますね。はい。さすがに9年やってますからね、動画。では、吉村屋の社長さんもお認めになられた福島のラーメンはどうでしょう？白川市にも名物ラーメンありますよ。ただ、はっきり言わせてもらえば、強い弱いで言えば、福島県はラーメン弱いです。強いラーメン、弱いラーメン、そんなの人の勝手ということで、ね、どっかで聞いたことある世界やってるんですけど、福島県俺ラーメン弱い印象ないですよ。むしろ強い印象。やっぱ福島県ってご当地ラーメンが喜多方ラーメンと白川ラーメンでもう2つあって、しかも両方美味しい。喜多方ラーメンはね結構有名なんで皆さんも知ってると思うんですけど、白川ラーメンってね、僕もあのラーメン YouTuber になってから知ったジャンルのご当地ラーメンなんですよ。でも正直白川ラーメンの方がなんなら好きまであるかも、まあ、結構鶏とかね豚をこうベースにした動物系のスープとキレのある塩だれ合わせて作るラーメンなんですけど、まあ、有名どころももちろん美味しいし、そこまで有名じゃない結構地域密着型のお店もめっちゃクオリティ高くて完成度高いイメージある、まあ、それを先日あのね動画に登場していただきましたラーメン官僚さんとも福島の、ね、白川ラーメン進んでいただく結構上がってるんで、ぜひぜひご覧いただけると幸いです。まあ、あと福島はもう、まあ、福島市とか郡山市とかそこら辺もね、一応行ったことあるんで。いや、掃除で全然ラーメン弱いなんて思わないですよ。はい。むしろ強い印象ですよ。2月8日に50歳になりました。おめでとうございます。今でもラーメン連食知る関西人です。この前は吉村屋総本山と横浜関内二郎を連食。すごいですね。家系と二郎系はなかなかもう歴戦の猛者感あるだ。しかも50歳ででしょ。今の年齢ですよね。まあ、この間とかもそれこそ R ちゃんと一緒にあの、二郎系からの家系とかやりましたけど、なかなかハードル高いですよ、この連食は。まあ、ライスつけなければね、そこまでですけど、ライスつけるとさすがに腹パンパンになっちゃうんですけどね。50歳でもね、まだまだラーメン連食できる元気があるってのは素晴らしいことですね、本当に。これからもね、健康に気をつけて元気にラーメンすすっていただけるしかないです。よろしくお願いしますよ、これ。すんごいね、めちゃくちゃいい香りしてますね。これ結構楽しみだわ、本当に。あともうちょいですね。はい、レンチン完了しました。いきましょう。おー、めっちゃいい香りしてるわ。で、レンチンしてる間ね、こちらで、丼を温めていきます。2食作るんでね、あの、結構大きめの丼で、あの、麺焼き牛さんの丼ですね。家でこのコンビニ二郎系食べるって恒例になってますね、もはや。では、レンチンしたラーメンを早速、開けてみましょう。これ、あれ、ホワジャオとかもついてるんですね。これもついてて、じゃあ開けてみましょう。おー。あー。やっぱこの辛いひき肉がね、めちゃくちゃいい香りして、美味しそう。じゃあ、こちらのお湯張った丼ね、お湯捨てまして。しっかり温まった丼に、まずは麺とスープをね、たっぷりと。いや、すーごいっすね。てか、赤いな、結構、これ。ちなみに、ラーメンの方にこのね、味付きの油もしっかりつめ、あとこの辛いひき肉ね。じゃあ、2杯目もね、しっかりと、追加していく。うわ。これは、とんでもないボリュームだ。これ、すごい、ちょっと、プチ大食い企画みたいなやつ、怖いんだけど。そして、上にこの野菜とね、まあ、油とかニンニクともここに入ってますから。そして、このね、ひき肉ですを、置けば完成しました。中華そば富田さんの豚ラーメン辛バージョン、早速すすっていきましょう。レッツゴー。というわけで完成しました。もうダブル盛りになってるんで、かなりのボリューム感あるし、あとやっぱこの刺激的ないい香りがすごいしてきますね。このホワジャオをちょっとバッチリとかけていきたいと思います。どうしようかな、これ全体にかけようか、このひき肉の上にかけて味変を楽しむか、ひき肉の上にいっちゃうか。はい、いきます。おお、やっぱこのホワジャオが好きや、このビリビリくる感じ、さすがいただきましょう。まずはせっかくなんで、スープから。このスープめっちゃ赤いんですけど、ほんとに。かなり辛そうだな、これだけでも。いただきまーす。
おお、お、意外と辛くない。いや、辛い辛い。んでも、あ、一口目はね、結構甘みというか、ちょっとこう、まろやかさありますよ、ちゃんと。あとやっぱ今までの豚ラーメンがしっかりベースになってる感じで、旨味もバシッと効いて。これうまいっすわ。うん。辛さレベルで言うと、まあ、2ぐらいですね。何の基準なんだって話なんだけど、そこまで強烈に辛いわけじゃないんですけど、でもこう、じわじわと来る辛さがありますね、しっかりと。うん。それをこう、豚のまろやかな旨味が丸く包んでくれるって感じで、ちょっと早速麺いきますか、これ。よいしょ、やっぱ、2杯にするとボリューム、本当になんでこの2杯にしてるのか自分でもわからないけど、なんかもう高齢化しちゃってんだよ、自分の中で。普段ね、その、二郎系に食べ慣れてる人からすると、このコンビニの二郎系ラーメンって、1杯だとちょっと物足りないんだよ。でも2杯だと多いんだよね。それはそうなんだよ。2杯食ってたら、それはそうなるだろう。それでは早速いただきます。スースルー。うまっ。うまいわ、これ。なんか辛さが加わることによって、独特のやっぱちょっとこのコンビニ商品ってこうやっぱどこかコンビニ感あるじゃないですか。でもそういうなんかモヤモヤで全て吹っ飛ばしてくれるというか、めちゃくちゃ味のバランスいいですよ、これ。うまっ。これは結構今までのシリーズの中でも僕トップクラスにつくかもしれない。辛くすることによって、もちろん刺激も加わるし、もう結構今なんならじわじわちょっと発汗してきてるんですけど、バランスもすごく良くなるし、もちろん極太麺との辛みもいいしね。うわ、うまい。な、辛いの苦手だとちょっときついと思うけど。好きだったらこれ買いですね、普通にも。ちょっとうまいわ、これ。やばい。これ若干ひき肉が噛んで進みようかな。このホワジョもかかってるんでね、結構香りもいいっすよね。いただきます。あ、もっと辛かったら意外とそこまで大きく噛んないかも。あ、うまいね。やっぱコクが増しますね。ひき肉が入ると。熱っ。めっちゃ辛い。やばい。結構辛いわ。最初に辛さレベル2って言ったと思うんですけど、これ5ぐらいありますか、普通。じわじわ。いや、じわじわ来るタイプですよ、本当に。最初からいきなりバリッと辛いって感じじゃなくて、本当まろやかまったりとした口当たりのスープなのに、奥の方に鋭い刃を持ってるみたいなね。強キャラ感あるな、マジで。ひき肉うまっ。ちょっとフォアジャオがね、もう一袋分あるので、ちょっとこれも入れてみよう。もうせっかくなんで、全部いっちゃいましょう、もう。でもフォアジャオってね、辛さっていうよりやっぱこう、痺れなんだよね。僕はすごく好きなんですけど、フォアジャオは。汁なし担々麺とかあったら入れちゃうもんね、普通に。いただきます。合うね、フォアジャオ。やば、うまっ。あ、これ、いいわ。なんかジャンクなものに辛さ加わると、こんな、レベルが一気に上がるんだ。プリプリの油も入ってますね。油もうまい。見てもひき肉とかとかしたらもうスープが真っ赤なのよ。ちゃんと赤いんですよ、これ。やばいよ、本当に。セブンイレブンさんのことですからね。やっぱ、まあ、全国で展開して発売するものですから、良くも悪くも、まあ、万人に受けるぐらいの辛さだろうと思ったら、結構しっかり後から辛さが追いかけてきて、マジでびっくりしてるわ。結構辛いです、これ、本当に。辛いの苦手な人は食べれないレベルだと思う。辛いの好きだったらね、もうめっちゃおすすめです、本当に。生半可な辛さではないということをお伝えしたい。ちょっとお腹いっぱいですね。お前が2杯やったんだって話なんだけど、さすがに結構腹いっぱいです。てか、あと暑い、本当に。ちょっとエアコンを下げよう。結構内側から来るこれ辛さというか香辛料というか、なんかそのやつですね、本当ね、辛みが。コンビニのラーメン特有のちょっとこう野菜のなんか若干ちょっとこういってる感ってあるじゃないですか。やっぱ。それもやっぱ刺激的なこの辛みによってなんか消されてる感じがしてね。辛さ加わることによってこんなに進化するんだってちょっと実感しますね。これはすごい。はい。まあ米とか食いたいわ。生卵とか入れて。うまっ。辛っ。というわけでね、食べ終わったんですけど、ちょっと米入れてみますこれ。ちょっと、やりすぎかな、さすがに。何カロリーとんのお前って話なんですけど、ちょっと米入れてみますこれ。ちょっと気になるわ、自分の。あと、コメントでもね、過去にいただいたことがある気がするんで、この残った汁に米とその卵を割って入れて食べるとうまいみたいな。今回のスープは特に合いそうな気がするんで、ちょっとやってみようかな、これ。やってみます。では、こちらの残ったスープを鍋に入れて温めていきます。いや、とんでもないことしちゃってんだよな、今。まあでもちょっとこれはやってみたい欲の方が勝ったな、正直。完全にカロリーオーバーではあるんですけど、これは試してみたいと思っちゃった。もう全部いっちゃうか、もう全部いっちゃいましょう。もういい、余計なことはいい。さあ、いい感じで沸いてきましたんで、こちらにご飯を入れていきます。よし、よし。いや、これは相当やばいですよ、本当に。完全に。ああ。
ダイエット頑張ろう。いい感じにね、煮詰まってきましたんで、こちらに溶き卵を加えていきます。よいしょ。あとチーズね、ちょっとこれも裂いて、ちょっとパパッといきますよ。これはやばいな、これはやばそうだ、本当にすごい。パパ、はい、帰ってきた。おかえりよ、こちらセリフよ、おかえり。今だいぶね、いい感じに煮詰まったところだよね。ちょっとこちらの雑炊っぽい感じの丼に入れていくと。いやちょっとここまでになると思わなかったな、まさか。はい、というわけで完成しまいました。悪魔の食べ物です、これは。食べたい。多分辛いから無理だと思うよ、多分。ん？辛い、これは辛いの。うん、辛いと思う。じゃあ、続けていきます。熱いな、これ。食べました。うまい。うん、これはちょっとやばいわ。ここまでいったらもう終わりですね、本当に。食べたい。もう辛いんだよ、これは。食べたい。ちょこ。いや、これはなかなかとんでもないアレンジを作ってしまったかもしれない。うん、めっちゃ味濃くてうまいな、これ。で、ひき肉がめっちゃいい味出してるな、ほんと。雑炊にすると食べたい。早いよ。うん、うまい。ごつる。はい、ごちそうさまでした。ということで、豚ラーメンのね、辛いバージョン、新しい豚ラーメンちょっとすすってみたんですけど、いや、うまかった。ちょっと腹なんかパンパンっすね、マジで。ちょっと自分でもやってしまったなっていうちょっと後悔の念もあるんですけども、まずね、そもそものこのラーメンのクオリティが非常に高かったです。今までのね、豚ラーメンをベースにして、そこに辛いエッセンスが入ってて、味付きのひき肉とかも入ってて、でよく考えたらチャーシュー入ってなかったの、それが。まさかっていうのは冗談ですけど、まあ、多分チャーシューの代わりにひき肉がね入ってたと思うんですけどね。あのひき肉もこう後半ねちょっと溶かして食べることによって、さらにね、旨味とコクがアップする感じで、ひき肉入るってラーメン結構うまいんですよね、本当に。まあ、個人的にはね、フォアジャオもすごく好きなんでね、あれたっぷりかけて食べると香りももちろん立ちますし、ビリッとしたね刺激も来るんで、ね、フォアジャオはね非常に相性いいと思いますんで、まあ、辛いの苦手じゃない方はね、ぜひぜひかけて食べてみてくださいっていう感じで、まあ、麺もね相変わらずちょっとこうワシワシ食感で、まあ、やっぱコンビニの麺ではあるんですけど、まあ、その中でも多分一番やっぱ二郎系を表現しようっていう気合を感じられるのはこの豚ラーメンシリーズなんでね。今回のラーメンもあえてちょっと2杯食いしてみたんですけど、やっぱ麺量たっぷりでもね、すごく食べ応えあって、なんで今回やっぱね、スープとの絡みがすごく、一体感ですよ、一体感が生まれてたな、やっぱ。まあ、辛くて刺激的なスープになることによって、だからコンビニのラーメンでちょっと感じるこうなんか癖というか、なんかそういうのもうまい具合にね消されてる感じがして、僕はすごい好きでしたね、今回。今まで出てきた豚ラーメンシリーズの中でも一番好きかもしれないってぐらい、そのぐらい僕好きでした。美味しかったです、本当に。まあ、多分全国のセブンイレブンでやってると思いますんで、お見かけした時はぜひぜひ買ってみてくださいと。まあ、全然案件とかじゃない、全く案件でもなんでもないですけど、勝手にいつも買って食ってるだけなんですよ。最新豚ラーメンレポをお届けしましたということで、ね、本日の動画も最後までご覧いただきまして、よろしければチャンネル登録、高評価、そして皆さんの感想なんかね、お寄せいただけるとめっちゃ嬉しく思います。よろしくお願いいたしますということで、ごそれ。ご飯使ったでしょ。ご飯使ったね。うん、メンタロウのご飯だったの。ちょっと俺炊くんで、ちょっとやりますんで、お願いします。